はい、おはようございます。ドライヒゲハルです。今日はね、こちら札幌一番塩ラーメンを使って塩ラーハンっていうのを作っていきますよ。これね、料理研究家のバズレシピのリュウジさんっていう方なんですけど、飲みながらねベロベロになってね料理作りはるんですよ。まあね、私みたいに料理の下手な料理研究家でもですね、これそのベロベロになってもできる塩ラーハンやったらできるんちゃうかなと思いますんで、これやっていきますよ。まずね、お材料紹介していきましょう。まずはこちらね、札幌一番塩ラーメン、あとねこちらね、ベーコン用意しました。本編ではね、豚こまやったんですけど、ベーコンが家に余っとったんで、あとね、カット野菜、これもね、入ってなかったんですけど、これも入れます。あとネギと、卵、あと冷やご飯も持ってきました。これね、結構ね、もともととはちょっと作り方とかね、材料ちょっと変えてます。まあね、美味しくなると思いますが、まあお腹に入ったら一緒ですわ。まあね、食べて美味しかったらそれでええんですよ。ほな始めていきますよ。はい、ちゅうわけでね、今日は結構仕事早終わりましてですね、何時、めっちゃまだね5時なってないんですよ。めっちゃ早く終わりましてね、余裕持ってできますんで、ちょっとやっていきますね。ちょっと今日は手間かかるかもしれないです。下ごしらえ結構あるんでね、まずやっていきますね。料理前にね、しっかりポテトをきれいにするの忘れとった。とりあえずはこの辺ね、野菜ちょっと細かくしとこうかな。ここ開けちゃえ。ほんまはね、これキャベツとかこうみじん切りにしたいから、適当にこう切っときましょう。はい、野菜がね細かく切れましたんで、ベーコンどうしようかな。これもねちょっと細かめにしとこうかな。角切りみたいな感じでしょうか。ほんまは豚こまでやってましたけど、まあ味もねどれぐらい薄くなるかわからんのでね、ちょっと塩っ気も出てええかもねと。はい、あとね、大事な下処理がありましてね、これをちょっとね細かく崩しておきます。前ね一回チキンラーメンチャーハンやった時と一緒なんですけど、これ麺のままやとね、まずねこのスープとこの白ごまさっき取り出しておきますね。でどうしようかな、これちょっと袋に入れてね、まあ、口でももう縛っておきましょうか。こんな感じでね、でね、もしね、嫌いな人とかがおったらね、その人の顔でも思い浮かべながらドーンってね、まあ私はね、そういう人がいないんでね、普通にやりますけど。この野郎、この野郎、鉄を、鉄を、この野郎、てめえなんだこの野郎、てめえなんだ俺のこのヒッパーだってこの野郎、この野郎、この野郎、おらおなら、もしたおなら、ラリアットだおなら。鉄をこの野郎ふざけんじゃねえぞこの野郎、タオルキャラ俺がこの野郎。はい、ね、こんな感じでほぐれたと思いますんでね、ね、まあ僕みたいにね誰もね嫌いな人がいない方はこうやってね、落ち着いてね、やったらしまいなんでね。はい、ベーコンって結構油出ると思うねんけどな。ベーコンちゃんだけ入れて油を出してから野菜をバッと入れていきますか。ちょっとねもう完全に、身を見まねなところもあるんでね。はい、もうこの野菜入れます。
これね、うん、野菜も入れていいよって言ってたよね。うん、あ、まだ切れてんやん、とあったやん、これ。あかんかんかん。全然切れてへんやん。下ごしらえ。これに、さっきのこの、組み潰した。組み潰した、こいつを、さっと、入れてしまいます。ね、これで合ってると思いますよ。ここに水を200cc150 出てたけど、俺ちょっと多分ね、今回いろんなこと考えて 200cc 入れたんですけど、どうかな、もうちょっと入れた方がええかな、気持ち入れとこうか。ここはもう目分量で、もう気持ち入れときます。ちょっと蒸し気味にするんで、蓋ちょっとね、麺をふやかしたいんで、これもう一回使おうか、最後にもう一回使おうからね。これで1、2分適当に蒸します。これね、本当はもうちょっと水分、ちょっとどうやろう、多いやね。ほんまはね、この時点で水分なくなってる方がいいんやけど、今回ね、ちょっと見た動画と違うのが、冷凍ご飯、冷凍ご飯というか、冷やご飯なんですよね。ちょっと解凍はしてるんですけど、このほんまあったかいご飯入れてくれって言ってたから、水分がない分ね、ちょっと水分を残しました。だから、混ざらへん。全然混ざれへんやん。はよ混ぜなあかんねんけど、これ、まあいい感じに水分が飛んできたかな、ちょうど混ぜ終わるぐらいに。はい、ある程度混ざったんで、ここで付属のスープを入れていきますね。ええ匂いするわ。いいね、いい匂いしてきたね。多いわこれ。多くて回らん。はい、ちょっと味見だけしときます。ご飯回ってるかな。おお、うまいやん。ちょっとね、ここに穴ぼこ作りますよ。はい、お待たせの玉が、玉でございます。玉2つあります。よいしょ。はい、ここで玉を2つ。はい、これで弱火で蓋でね、ちょっと蒸します。蒸し焼きにします。はい、超弱火で、これでまあ一応 4,5 分って言ってたんですけど、そこまでいらんかな、僕の場合やったら 2,3 分ちょっと放置します。はい、というわけで今でね 3,4 分ぐらい経ちましたかね。卵白くなってないな、もうちょっと。まあいいでしょう。これはね、卵をどうこうするというよりもですね、実はですね、後々のお楽しみのためにこれちょっと時間を置いてたんですよね。仕上げはね、ちょっと薄味すぎたんでね、ちょっとだけ塩コショウ振りました。薬味ネギ、万ネギね、ちょっと周りにね。で、このついてるいりごまちゃんも、さささささ、紅生姜なんてあってもええんとちゃいますか。チャーハンみたいな感じやし、これは好きやで
買った時に余ってあったやつです。ラーハンちゃんの完成でございます。さあ今日はねもうちょっとこのままいただこうと思います。こんな感じですよ。うー、プルプルーン。よし、ないただいてきます。今日これね、なんでこれをこうしたかって言ったらね、この辺見えるかな、おこげになってるんですよね、ちょっとね。あ、なってないかちょっと弱い。あ、おこげまでいってないねんな。まあ、とりあえずこれ いただいていきますわ。うん、うめえうめえ、めっちゃうまいな。これほんまに札幌一番塩ラーメンのその塩のスープだけなんですけどね、味付け。あ、これ見て見て見て、ほらこれ見えるかな、ほらこういうおこげ、おこげ、これが作りたかったんですよ。これが、このおこげちゃんが、うまい。これだけでも美味しいんですが、はい、このね卵ちゃんをこう惜しげもなく回していくわけでございますよ。でこうなるわけですね。うまい。そして卵のパワーが半端ない。うまい。やっぱバズレシピすげえな。俺あの人のバズレシピさんの動画結構最近ママチに教えてもらってよう見てるんですよ。これうまいな、やっぱ。もう火切ってるけどね、フライパンの上で食べてるからそのもんまだまだあるで。これはあえてフライパンの上で食べるのをおすすめします。移し替えん方がいいですね。これ全然関係話じゃないけど、ない話なんですけどね、あの考えられへんみたいなね、キムニー的な話があったんですけど、自家用でね、ガソリン入れに行ったんですよ。なら、バーッと入っていったら、まあセルフじゃないんですよ。で普通に入っていったらね、ちょっとこの567の影響で窓拭きと、窓拭きとね、室内拭きの貸し出しと、であと灰皿の掃除、ああいうのができないんですよって、言われたんですよ。ああ、まあそれはまあまあ仕方ないなと思って、まあそうですか言うて、俺なんかカードかなんかこうバッて渡そう思ったら、そいつねマスクしてないんですよマスクしてないんですよ、その人どの口が言うねんとそんなもうなんかこっちからしたらもう、まあ、サボっとるだけやないかみたいな感じなんですよね。もういろいろちゃんときっちり決めてるから、この窓拭きも灰皿掃除も室内拭きも貸したりもできないし、なんですよマスクしてないじゃないかお前とえらいすっとぼけたね店やったですね、ほんまにいやいや、そこまでね、お客さんのサービス、まああれね、なしにしてコロナ対策してんのにお前マスクしてないってどういうことやねんとも、ほんまね、まあ、言わなかったですよ、言わへんかったけど心の中でほんま考えられへんって言いましたね、ほんま口をこっちへ向けろなって思ったもん、ほんまそんな話ですはい、というわけでね、まだまだ場ありますけど、ゆっくり食べていこうと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後。
全国のマダムの皆様お待たせいたしました。天才ボヤッキー様の登場でございますわよ。ボヤッキーからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。